NBA グリズリーズの川村勇輝23が23日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新チームのエースであるジャ・モラントに日本のかわいいお菓子をプレゼントしていたことが明らかになった19日同20日にグリズリーズと 2A 契約を結んだ川村は日本時間24日の開幕ロースター入りも果たしベンチ入りも決定的となっている その中でチームのエースモラントは自身のインスタグラムストーリーズで河村をタグ付けした上で、日本のグミのお菓子、ホイフルをもらったことを明かした。河村も引用して、ジェリービーンズと反応した。ファンからは、これはすげえ W ・明治さんぜひモラントと河村を広告に。わら、ホイフルに喜ぶモラントかわいいな W、この子供の遠足みたいな関係がかわいすぎるぞ W。 モラントはポイフルもらっただけで自慢してるところに好感度上がった、などの声が上がった。